じゃ逃がすまないのに誰かと違うとここからはそいそんな呪縛を解いて愛し溢れる欲求人生はまだまだ迷宮近道なんてどこにもない張り巡る向こうの感情どんどん慣れる情緒苦しくて無事にやる意味と
ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかねライブができない状況が続いていて、まあ、去年の夏とか年末とかもフェスができなくてすごく悲しくて、もちろんみんな悲しかったと思うんだけど、こうやってね今日オンラインフェスが開催されたということで、ちょっとずついい方向に向かっているんじゃないかなって思っています。今日はねもう久々のライブということでバチバチな瀬取りを組んできたので、最後の最後まで一緒に楽しんでいけたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。イエーイ。画面の前のみんな元気ですか？きっと今ね声を出してくれてるだろうなということで、みんなの声をもうあらかじめ入れてきました、ここに、うん、みんな元気？そう、今日はこんな感じでねやろうと思うんですけど、こうなかなかねやっぱ思うようにこうお出かけ できなかったり、ライブもこう行けなかったりで、こうモヤモヤもね溜まってると思うんだけど、今日はぜひ画面の前で
体たくさん動かして大きい声いっぱい出して再々のライブで元気になってもらえれば嬉しいなと思います。一緒に楽しんでこうね。いい感じいい感じ、うん、それじゃあジャパンオンラインフェス最後の最後まで盛り上がっていくぜ。こっからも盛り上がっていくぞ。かかってこいよ。ゆら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 
気持ちはくすかに指先が君触れる触れあふれ重なる8月の夜ずっと I love you 帰り道向かって愛し伸ばしてまた月を月月をどこにか作って日向少しずつ酔う未来漂うデートを保存して気を伸ばしてまた君にまた君に会える理由ずっと探してるなところ子供みたいに見えたころ愛おしくないメロディーそっと二人ずつ胸色メイロおすすめで匂い探り合った夜のパッション君のパッションこの夏が終わる前にさら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 なびく二人のまだ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 ぎこちのなさみをゆら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 揺れる気持ちもかすかに指先が君に触れる触れあふれ重なる8月の夜 No I love you 膨らまり膨らむわ遠回りしてまた好きをまた好きをどこにか抑えて引いたんだ少しずつ酔う未来漂うデートを保存して気持ち伸ばしてまた君にまた君に会える理由ずっと探してるな気のせいかな夏のせいかなだいたいの一部を縮めたい君と寄せたいわもっと甘く熟してねあちくちゅく
りそうな赤チェリーハート衝撃的なほどルーブないわゆる発音といいみたいな恋とにかまっちゃうよチェリーハート爆発的威力で君は私を虜にしたのキュンとスタイルしろ続かれすぎてもっと熟してどこまでも私を愛して弾けてもっと甘く熟してねあちこちくせのチェリチェリパンチェリチェリパン どれ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 けちゃう私の一番弱いとこうん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 いかなっちゃいそうよチェリーハートそう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 しちゃうあなたの一番弱いとこどうにかしてあげるわキュンとしちゃうでしょ続かれすぎてもっともっと真っ赤に熱いの弾けてもっと熱く熟して全体的に私を愛してレモンチェリーポンポン弾けてもっと熱く熟してね熱く熟せなチェリーチェリーポンママとみんなで一緒に弾けてきた一緒に行くよ男の子もチェリーチェリーポンくれてるし、うん、振り付けもねやってくれてると信じてあの演奏しております。本当に改めて、まあ、こういう時期だけれども、こういった場を与えてくださってライブができていることに改めて感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。感謝です。これもすごいよね。これもね LED すごいよね。すごい。ちょっと後ろ気になっちゃうもんやってる。わかるわかるわかる。ちょっと見たいな。大画面の LED なんですよこれ。こんな大きい画面でやることなかなかね。ないもん。大きすぎて普通の幕かと思ったもんね最初ね。すごい。いやありがたいです本当に。ね、あまあ久々のライブでまあみんなもねライブに行けないなとか。つまんないなっていう日々がね結構長く続いたと思います。サイサイは、結成して10周年なんですけどこんなにねあのライブができなかったことは本当になくってもうどうなっちゃうのかっていう
すごい不安な日々が続いていました。それはやっぱみんなも同じだと思うんだけど、でもやっぱり何か発信しなければいけないし、発信したいなと思うし、だから今日ね、こういう風なライブができたっていうのは私たちにとってもみんなにとってもすごくありがたい時間なんじゃないかなって思ってます。はい、みんなが楽しんでくれてるかな、楽しんでくれるかなっていう想像をして、準備をしてきました。なかなかね、まだこうゼロ距離でライブをするっていうのはちょっと難しいかもしれないんだけど、こう気持ちよくね、声出したりとか叫んだりっていうのはまだちょっとだけ難しいかなって思うんだけど、そういう時間も私たちの音楽がこうつなげていけたらいいなって思っています。みんなでね、諦めないで、きっと前よりももっと楽しい未来が待ってるって思って、みんなで一緒に乗り越えていけたらいいなって思っています。再生の音楽がね、みんなに元気を与えられたらいいなと思って、ラスト2曲やります。最後の最後まで楽しんでいきましょう。聴いてください、ヒーロー。Don't look
強く綺麗に咲いた花は雨が降っても明日になれば起き上がるでしょう。一人ぼっちと灯っていた一輪の花にも今では守りたいものがあふれた。気がついたらこんなに
ジャパンオンラインフェスティバル初登場のサイレントサイレンライブが終わったばかりで来ていただきました。お疲れ様でした。はい、いや素晴らしいステージ元気届けてもらいました。なんか変な緊張感というかお客さんがいる時も緊張するけど、はい、いないのも緊張するっていう、うん、なんか複雑な気持ちだったんですけど、やっぱ楽しいには変わりなくって、うん、再々なりに試行錯誤して、はい、セットリストを組んだりとか、うん、あの完成、うん、もう持ち込み完成みたいなのを使って楽しみました。どうでしたか今日のライブ、ちょっと一人ずつ感想を聞きたいです。そうですね、あの思った以上にカメラの台数と後ろの LED の迫力に急に緊張してしまったんですけど、ライブが始まるとあのおそらくスタッフさんが乗ってくれている様子を感じました。私はマスクしてるからちょっと表情までわかんないんですけど、なんかそういう方々にちょっと支えてもらいながら、きっと画面越しでもみんな盛り上がってくれてるんだって信じながら演奏したので、 なんか届いてくれたら嬉しいなっていう思いでやってました。そうですね、本当に久しぶりのライブで、やっぱスタジオに入ったのもあのメンバーだけでは入ったりしてたんですけど、スタッフさんと入ったりしたのがあの今年初めてだったので、もう3月とか4月で明けましておめでとうっていうぐらいの、本当になかなか会えなかったからこんなたくさんのスタッフさんに支えられてたんだなっていうのを改めて感じました。すごい楽しかったです。本当久々のライブだったので、でやっぱりこういつもとはこう違う雰囲気の、カメラの台数もすごいたくさん、すごくたくさんだったじゃないですか、それも初めてだったのでちょっと途端に緊張したんですけど、でも久々のライブでこうやっぱライブが始まるとこう目の前にお客さんはいないけどこういるかのような気持ちでライブできたなって、あこれこれみたいなのをこう思い出した感じですね。あ、なるほど、はい、でも久々すぎてなんかあの途中の MC ですごい噛みまくってなんか喋れなくなってました。え、噛んでましたっけ。噛んでませんでした。気のせいですかね。どうでしょう、甘がみ、うまくこうなってたらいい、うまくじゃちょっとこうしといてほしいですね。いかにこう見てくれてる人が画面の前で声を出してくれるかっていう、うん、こうストレス発散になったりとか、楽しい、やっぱライブ最高だなみたいな、うん、なんか次までの元気が湧いてきたらいいなと思ってみんなでいろいろ試行錯誤してやってたんですけど、やっぱり配信ライブが主流になってきたので、うん、最初の 1,2 本とかは、うん、本当にうちらももうどうしようかみたいな、ね、結構くじけてたんですけど、はいはい、周りのバンドマンとかも結構配信で割り切ってこう逆になんかいいかもみたいな意見もあったので、うん、そういうの見て励まされながら、うん、再生も頑張ろうみたいな感じで慣れていきました。終始ポジティブで素晴らしかったですね。歓声がある強みがね、確かに歓声もさすが、はい、歓声も途中からこう入れ込んだんですよ、うん、それでなんかこう作り上げていった感じはあるかなと思います、うん、いやもう急に何が聞こえたのかなと思いました、ね、あるのとないのと全然、そうですね、代わりに出すっていうお客さんの代わりにあのサイレントサイレンは昨年が10周年の年で、はい、あのまず10周年おめでとうございますなんですけど、まあでもその大事な年が大変な年になってしまったわけですよね。確かに。なんかそれってどうやってこう乗り越えてきたのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど、まあ、一昨年ぐらいから来年10周年って言い続けてきてて、うん、まあ、プロモーションさせていただいたりとかで、去年はやっと10周年だってなってやっぱ活動ができなくなって、ライブも結構大きいライブが飛んじゃったりとかして、はい、すごく悔しかったんですけど、まあ、楽しみがなんかそのおめでたいのが先延ばしになったっていうポジティブな考えで、また、まあ、みんなと近い距離であの楽しいライブができるような案をもっともっと出せるんじゃないかっていう期間割とこう、まあ、最初はネガティブにもなったんですけど、その後はもうポジティブしかないので、みんなでどうにか乗り越えようって言ってもうちょっと待っててねっていう、でもやっぱファンのみんなも分かってくれてるので、はい、楽しみにしてるねっていう。さあそして再々の今後の予定になりますと、ライブの配信が決まってますよね。はい、はい、これはもう3月にすでに終えている台湾ライブが5月に配信されるということですけども、はい、台湾相手はどなたですか。これ
ポッピンパーティーという、はい、あの声優たちの、あのバンド、声優の子たちがバンドを組んでいるんですけど、うん、あの第1回目を一昨年メットライフドームでやったんですけど、それの第2弾ということで、はいはい、対バンライブが5月のゴールデンウィークに配信されます。かしこまりました。まあ、これからもあの少しずつお客さんを入れてのライブも戻ってきつつ、うん、こういうオンライン配信っていう新しいコンテンツもあり、まあ、いずれにしてももう音楽止まらないなっていうことは我々にもしっかり分かったんで、うん、あとはもうどんどん皆さんに届けていってもらうというか動きまくってもらって、はい、で山崎さんも大きな舞台を用意して、そう2021年は本当にちゃんと舞台準備して頑張ります。ありがとうございます。楽しみにしてます。頑張りましょう。頑張りましょう。ということでジャパンオンラインフェス初登場のサイレントサイレンの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では、最後にですねカメラサインを書いてもらいます。あ、はいはい、よし書きます。ね、ちょっとさ、ね、危ういとこ一個気づいた？書き出しからめっちゃ端から書いてるなとは思う。いけるいける。これ完全に書かなくていいんだよね。え、無理でしょ。そんな難しいこと言わないよ。完全に書けない。できた。はい、はい、あ、大丈夫大丈夫。キュッとね。あ、ここ、ここ行く？によるよ。うん、久々の、やばい